うまそうじゃないか。切る。できた。皆さんこんにちは。今日ですね、2018年7月16日発売、カップヌードルシーフード信州謎肉ガーリックシュリンプ味を食べてみたいと思います。あ、信州謎肉としては第2弾なんですね。エビ謎肉発見。よくわかりませんが、カップヌードルの中でもシーフードヌードルって結構人気があるみたいなんですけれども、その中にエビがこんもり入ったということで、見るからに美味しそうな感じになってます。ちょっと混ぜてみましょう。あ、香りがいいですね、やっぱりね。うん、シーフードヌードルだ。じゃあ食べてみます。実食。いただきます。やっぱりカップヌードルだよね、美味しいのは。なんかカップヌードル食べるとね、あの受験勉強を苦労した時が思い出されて、なんか切ない味ですね。うん、受験勉強の夜食ですか。まあ大して勉強しなかったでしたよね。うん、完食。僕がよく混ぜなかったのが良くなかったかもしれないですけれども、最後にガーリックの味がかなり強烈にやってまいりました。きれいに混ぜるともっと良かったのかもしれません。なんかね、食べてて、うーん、シーフードヌードルとそんなに変わんないなぁなんて思ってたんですけれども、最後はね、ガーリックがゴンときて美味しかったですよ。はい、もう少しよく混ぜとけば、ローストガーリックの香ばしい香りが、最初から最後まで楽しめたのかもしれません。顔の日焼けがだんだんひどくなっております。日焼けといっても、これはやけどですからね、皆さん気をつけましょう。これがね、効くみたいなんで、ちょっと試してみたいと思います。もしかしたら概要欄ページに URL を貼るかもしれません。効果があったらまたきちんと紹介したいと思います。それでは皆さん、日焼けに気をつけて、ごきげんよう。さよなら。皆様、まさか名乗りを上げよう。毛利家次男、吉川元春、広島城代城主、毛利輝元、そしてその戦国の計り神、毛利元成、我らの秋広島武将隊、行くぞ広島百万石。チャンネル登録よろしくお願いします。ここかな、お願いします。どうもすいません、ありがとうございます。